初代、渋沢金蔵は、日本の商人、慈善家、政治家。群馬県多額納税者。続籍は、群馬県平民。上野国信殿軍大田町に生まれた。修造の長男。幼い頃から、高校吹きで、他人に頼り頃模色することを欲しなかった。母を亡くし、13歳の頃父を助けて、七夜古着商を営むが失敗。 ことごとく資本を失う。ほとんど、石品洗うがごとしの状態となった。十八歳の頃その目的を父に告げて、家を出た。他境に周遊し多くの苦労をしたが、ついに意を果たさず、開永四年、家に帰り一個太物店を開いた。前の夫妻は、元利ますますかさみ採取の特則は、いよいよ厳しくなったため、一旦家を売却して召喚することを父に告げたが、 父は許さなかった。ついに承諾を得て、ただ土蔵のみを売却して返金した。年は二十三歳の頃であった。以来商業を拡張し、家事に石鹸を加え、日夜怠らなかったため稼働は、ようやく盛んとなった。安政元年、父の号を継ぎ再び七天を営んだ。同六年、横浜が開港され、活発の取引をした。巨万の資材を積むに至った。 慶応3年以来地方休民に禁国をせよしその他、公私事業に禁煙を二煙した。1887年、火星を着手直次郎に譲り退院した。1889年、市政、町村制が施行されると、選ばれて町会議長及び衛生組長となった。住所は、群馬県新田郡大田町。ありがとうございます。